まずは河野都役、倉岡瑞葉のプロフィール披露。河野都は大阪出身のガヤ担当。しかし時にはロマンチックな一面を覗かせていました。まずは河野都のプロフィールを確認していきましょう。やはり好きなものはお好み焼きやたこ焼きなど大阪一色のプロフィール。一方、倉岡瑞葉の出身地は大阪ではなく滋賀県。座右の銘など河野都との共通点も多いですが、嫌いなものにはこちらです。お好み焼き。お好み焼き、ごめんなさい。もう嫌い。嫌い。そうなんです。なんで知らなかった。なんかお母さんがめっちゃお好み焼き好きで、すっごいお好み焼きばっかり作るんですよ。もうなんか食べたくないんですね。あ、食べ過ぎてっていうことね。はい、ソース自体があんまり好きじゃなくて。あ、そうなんだ。はい、なんか残念だな。なんかね。そして特技はピアノ、クラリネットなどの楽器とギャグとのこと。河野ちゃんもでもギャグね、結構やってたもんね。そうなんですよ。でも、あ、そうか、あれ河野のギャグはあんまりでしたよね。あ、何かじゃあ一つあります。いいですか。お月見、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 メガネ。ちょっとカメラがあんまり追いつかない。いきなり上上げちゃったの。いきなりフレームアウトしたの。このままでは終われないので仕切り直しです。あなたも、あなたも1位、今日も1位、イチイチサンドイッチ。おおすごい、毎回新しいのできるたんびに見せてくれるんですけど、すっごい過去一で面白かったです。過去一でよっしゃと、プロフィールを確認したところでアピールタイム。倉岡が披露するのはピアノを披露したいと思います。 あんまり想像がつかないね。あ、でも5歳の時から高校生ぐらいまで習ってました。ここでピアノの腕には自信がある倉岡からある提案が。何をされてもピアノを弾き続ける自信があるので、ただピアノを弾くだけじゃなく、私は今回ビリビリをつけた状態でピアノを弾き続けます。ビリビリのスイッチは小宮が好きなタイミングで押し、3秒以上演奏が止まったらチャレンジ失敗となります。チャレンジ失敗だったら罰ゲームっていうことでいいですか。失敗しないので。おお、なんか聞いたことある。かっこいいね。倉岡ちゃんによるビリビリピアノ演奏です。よし、どうぞ。すごい、でもうまいな。あ、この曲か。大丈夫ですか。緊張してるんです。大丈夫。大丈夫。止まって。3、2、1。よし、戻ったけど。うーんってな。押してるんだ。押してるよ。押してるよ。チャレンジ失敗です。ということで倉岡には罰ゲームを受けてもらいます。罰ゲームは激酸っぱジュースです。倉岡への罰ゲームは第1話で海野も飲んだ激酸っぱジュースです。アイドルですから、こんなん可愛く飲みますよ。あ、じゃあだから酸っぱさを顔に出さないでね。テレビの前のみんな乾杯。いただきます。 CM みたいに、CM みたいに飲んで。CM 来ないよそれじゃ。CM 来ないよそれじゃ。うわー。何これ。どうだった。美味しい。嘘つけ。